SV マッテルスブルクはオーストリアの東部ブルゲンラント州の都市マッテルスブルクを本拠地としていたサッカークラブである。人口6000人程度の小さな町にあるクラブだが健全な経営により2003年にオーストリアブンデスリーガーへ昇格を果たした。2020年に解散した。1922年に創設。長年がアマチュアレベルのクラブとして存在していたが、 1960年代に一時的にエアステリーガに所属していたこともある。しかしその後は低迷し、主に4部と5部を行き来するクラブであった。1988年にマーティン・プッハー会長が就任すると、クラブの方針が変わり、積極的に若手選手の育成に力を注ぐようになる。堅実なクラブ運営と長期的なチーム強化により、 約15年の歳月をかけて2003年に5部から1部への昇格を果たす。オーストリア分で3以外の昇格以降、ホームゲームでは1万1000人以上の平均観客動員数を果たしている。2004から05シーズンでは、それまでのクラブ歴史上最高順位の5位、2006から07シーズンにおいては、記録をさらに更新し3位という好結果を残した。このように、 小さなクラブでも健全な運営によりコンスタントな結果を残すことが可能なことを証明した。2020年8月に財政難のため解散した。なし。ありがとうございます。